スイスで開かれたジュネーブ国際音楽コンクールの弦楽四重奏部門で、バイオリンの加藤ミラーかやさんが所属するカルテットが優勝しました。若手音楽家の登竜門として知られるジュネーブ国際音楽コンクールの弦楽四重奏部門最終選考が29日に行われ、バイオリンの加藤ミラーかやさんらが所属するノボカルテットが優勝しました。加藤さんはデンマークのコペンハーゲン出身で、母親は名古屋市出身の京子さん、父親はデンマーク人のニルスさんで、6歳の時にコペンハーゲンでバイオリンを始めたということです。加藤さんは ANN の取材に対し、まだ信じられない気持ちです。これからも観客の皆さんにより感動していただける演奏を届けられるように、今は少しずつ優勝カルテットとしての責任を感じ始めていますと思いを語りました。加藤さんは現在ウィーン国立音楽大学に在籍しながら、パリの学校に交換留学しているということです。ジュネーブ国際音楽コンクールでは2021年にチェロ部門で上野道明さんが優勝しています。